おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。先日ね、ちょっとお坊さん来て、まあよく托鉢のお坊さんで拝んでくれてるんで、まあ、来てくれて拝ん、あの鈴の音が聞こえると出てってね、まあ、ちょっとお賽銭じゃないけど、こうお布施してありがとねって帰ってもらうんだけど、で今回ちょっと話して、どうもね、いろいろな話の中で、なんていうのかな、こうその人のこう世界観みたいなものを教えてもらったんだけどね、ちょっとね、僕の考える世界観と違うもんです。こうどちら正しいってわけじゃないんで、ちょっとその人の世界観なんだけど、こう今生きてる世界、今世ってありますよね。でどうもね、こう今世があって、こう地獄界みたいなものがあるらしいと。で天国界みたいなのがあるらしいと。でどっちかに人死んでいきますよと。でね、あともう一つね、世界があって、まあ天国も地獄もね、こうまあ生まれ変わっちゃうらしいんで、でまたでもね、今度ね、輪廻転生しない世界がある。まあこっちから行けるのかもしれないけど、こっちから行けるかもしれない、こういう世界観で、ここら辺に住んでるのは、まあ仏様とか神様みたいなものだっていうんだけど、ちょっと違和感があるなと。どう思う？すいません、あ、そうなんだっていうふうに。この世界観だと、こう今こう我々が肉体を持って生きてるってダメなことなんじゃないのって そうですね。否定されてるんだよね。はい。でもこう毎日不安になったり喜んだり、子供を慈しんだりさ、その子供叱ったりとかさ、いろいろこう取引先があって文句も言われますよ。でたまに損もしたり得したり、この世界ってダメなのって話なんだよね。なんか否定で、ここをやめちゃうのが、だからここ一番偉いですよみたいな話なんだけど、どう思う？で僕はね、仮にこの世界あってもいいと思うんですけど、でもね、ここも OK だし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 、みんなこのなんていうのかな、同格なんじゃないかなと思って、わかる？なんでここ今こうやって生きてる世界も素晴らしいって思うと、だからね、ちょっとまあ勧められたの、これってこれが最高の宗教みたいだよみたいな、これを超える宗教はないみたいな。いや、それもなんか序列化されてるんだけど、やっぱね、こう前 XY 理論って言ったんだけど、なんでこう神の世界が偉くて人の世界がこう劣ったダメな世界ですよって話だと、なんかね、こう矛盾っていうか、でもさ、人がいて神様、もう仮に人がいなくなるとするよね。で神様どうなる？必要なくなる。いや、誰も偉いって言ってくれる人いないじゃん。あの方は、方ってし、あれ、ね、あれはこう、ね、完璧であるって言ってくれる人いないんで、ただの存在。だからね、なんていうのかな、神は人を必要としてるんだよね。人もなんかこう神みたいなのを必要としてるんで、これ同格なんだよね。どっちが偉いとか、どっちがこう劣ってるとかいう話じゃないと思うんだよね。なんかここがあるからここがあるっていうか話なんで、なんていうか まあ、ということで、そういう話です。どうもありがとうございまありす。がとうございましどんた。な話だって。